20世紀の終わりに発見されたデジタル生命体デジタルデジモンはネットワークの中に存在するデジタル時として彼らは現実に姿を現し人友好的な生物としてだがその記憶が時の流れが緩やかデジモンは冬の終わりに密かにやってデジモンは画面の中を自由に動き回り時にそんなデジモンを君は微笑ましく思いそして今この瞬間も君と同じ
電車なんて妙なところに現れたな。ラクミやるぞ。ダッシュメタル。手を出すの。よくやった。待って、足で待つ。どれもやれるな。ああ、あはは。どうしよう、うん。
しよう。ビビーフライ。
やったね。やめておいた方がいい。手を出すな。ああ。やったね。困ってない？そう